マウロカ・モラネージは、アルゼンチン・タンディル出身の元サッカー選手、サッカー指導者、元イタリア代表。現役時代のポジションはミッドフィールダー。メキシコのサントスラグナ、ウルグアイのモンテビデオ・アンダラーズ FC、アルゼンチンの CA ・バンフィールド、メキシコのクルス・アスルと渡り歩いた後、2000年に、イタリアのエラス・ベローナに移籍。ここでの献身的なプレーが評価され、2002年に、 マルチェロリッピ監督率いるユベントスへ移籍した。当初はジャンルカザンブロッタの控えと目されていたが、大方の予想に反して効果的なプレーを連発。また、ザンブロッタが左サイドバックにコンバートされたこともあって、レギュラーの座を獲得。2004年から監督がファビオカペッロに変わった後も、中盤、右サイドのポジションを務めた。その後、 カルチョスキャンダルによりユベントスのセリエ B 降格が決定すると他クラブへの移籍を希望したがリディエデシアン監督の意向でユベントスに残留セリエ A 昇格に貢献した2007年監督がクラウリオ・ウォラニエルに変わった後もレギュラーとしてプレーし怪我により長期離脱するとその間ユベントスの攻撃は機能せず存在の大きさを浮き彫りにした復帰後は 好調を維持し、2008年にクラブが UEFA チャンピオンズリーグ出場権獲得という目標を達成する原動力となった。2009年、監督がチロフェラーラに交代。ユベントスの基本フォーメーションがフラット4から4から、2から4から3から1から2に変更された。怪我勝ちではあるが、代表と同じトリプルボランチの右を主戦場に緊急時には、 トップ下をこなすなどを活躍している。2010年8月に、ユベントスとの契約を解消し、VFB シュトゥットガルトに移籍した。しかしチームに満足になじむことができず、2011年1月に VFB シュトゥットガルトとの契約を解除した。2011年2月、アルゼンチンの CA ラヌースと2年契約を結んだ。2012年7月には、ラシンクラブに移籍した。 2014年2月、同年6月に現役引退をすることを明らかにした。2003年に祖父がイタリア人であったことからイタリアに帰化。イタリア代表入りも果たし、同年2月12日のポルトガル代表戦で代表デビューを飾ると、翌年の UEFA ユーロ2 0 0 4に出場した。そして2006年の FIFA フフワールドカップドイツ大会では、 同年にカルチョスキャンダルが発覚し、所属するユベントスや、イタリアサッカー界が暗いムードに包まれる中、ジェンナーロ、ガットゥーゾ、アンドレアピルロ、ダニエレ・デロッシラとトリプルボランチを形成。自身が飛躍するきっかけとなった、ッピ監督のもとで4度目のワールドカップ制覇に貢献した。UEFA ユーロ2008のメンバーに選出され、4試合に出場した。 2010FIFA ワールドカップでは2試合に途中出場するもチームはグループリーグで敗退した。2014年12月15日コラスでテピクの監督に就任した。ありがとうございます。